はい、皆さんこんにちは、しらたんです。今回はドドっていう韓国のコスメのブランドのラッキーバッグをゲットしたので、そちらを開封してレビューしてメイクをしていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介したいと思います。じゃじゃじゃーん。はい、ドドの2018年ラッキーバッグを買ってきました。はい、こちらお値段が1080円でした。私はイオンで購入したんですけど、口コミを見てたらイオンとかドンキにも売ってるらしいです。で、私ドドっていうコスメブランド知らなくって、でそのラッキーバッグのコーナーを見ていて、これがラス1で、そんなに人気なんだと思って、ちょっと今回お安かったし買ってみようと思って買いました。では開けていきます。中身はこんな感じになっています。と合計で6点入ってるらしいです。まず1つ目がこちらになります。 UVBB サンバームオークルベージュという色味です。とこれは化粧下地ファンデーションですかね。 SPF42PA++ です。はい、では開けていきます。はい、開けてみるとこんな感じです。はい、こんな感じになっていて、パフがついてます。中がこんな感じに茶色とピンクがぐるぐるなってます。ちょっと手に取って塗ってみます。あ、手に取るとすごいクリームみたいな感じになってますね。わかるかな、こんな感じです。うん、あ、すごいなんかクリームみたいに、結構固めのテクスチャーで伸びはそんなに良くはないかなと思います。でもすごい結構カバー力がありそうな、毛穴レスな肌になれそうな感じですね。もう匂いはすごい化粧品って感じの匂いですね。で、2つ目がこちらになります。アイシャドウトリオの S29 番です。本当にパッケージ可愛いですね、どうぞって。はい、開けるとこの3色が入っています。チップもついていました。はい、では装置していきます。はい、こんな感じになりました。結構発色はいいかなと思います。シマーな感じでパール感が強いかなっていう気がします。一番明るい色はすごい黄色っぽい色味なので、ちょっと腫れぼったく見えちゃうかなとは思うんですけど、この真ん中の色味はすごい可愛いなと思いました。ちょっとこっちの色味は若干なんか紫がかったようなグレーっぽい色味になってます。なんかちょっとこの3色だけでグラデーションを作るってなると色味が合わないような気がします。でもね、すごい発色もよくって滑らかな触り心地です。どんどんいきます。はい、で3つ目はチップシャドウの01番です。スティック状のシャドウになっています。はい、これをくるくる回すとこんな感じでスポッと抜けるようになってます。この中に多分アイシャドウが入っていて、このチップにつけてって感じですかね。出してみます。はい、出してみるとこんな感じです。わかりますかね、ちょっとここら辺に塗ってあるんですけど、すごく黄色ですね、色味が。ちょっとゴールドっぽいのかなと思ったんですけど、バリバリ黄色でしたね。ちょっと使いづらそうな色味ではあるんですけど、なんか光に当たると結構綺麗に発色してくれるかなとは思うんですけど、ちょっとこのブラシ自体もすごくなんかこうなるので気をつけてください。なんかね、ブラシ自体もすごい不安定な感じでグラグラするので、ちょっとあんまり力を入れて塗りすぎてしまうとチップの部分が取れてしまいそうだなっていう感じです。では4つ目、こちらになります。グラデーションチークの GR2 番です。で、いろんな色が入ってるので、すごく簡単にグラデーションができそうだなと思います。はい、こんな感じになってます。結構どれも発色いいなと思いました。で、ちょっと細かいラメが入っているので肌がツヤっぽく見えるかなと思います。すごい可愛らしい色味ですね。ピンク系の色味になってます。全色取ってブラシで塗ってみます。わかりますかね、こんな感じですね。ブラシで取ってしまうとそんなに発色しないかなと思います。はい、では次いきます。5つ目がこちらのリップスティック LS6 番です。デザインが変わってますね。はい、開けるとこんな感じです。あ、すごいなんかおもちゃみたいなリップですね。ここで止まってくれないっていうか、結構ゆるいので一番奥まで出さないとカチッって止まらない感じなので、ちょっと塗りに行くそうは塗りに行くそうなんですけど、どうなんだろう。色味はブラウン系の色味になっていて、ちょっと可愛いですね。私こういう色好きなのでちょっと楽しみです。はい、こんな感じの色味になりました。結構マットかなと思ったんですけど、意外とツヤツヤしてましたね。大人っぽくなれそうな色味かなと思います。で、匂いは特にはないですね。あ、これ中なんかプリントされてるのかと思ったら、ただ紙が入ってただけでしたね。なんかちょっと入れる時に引っかかりましたね、びっくりした。ラスト6個目がこちらのリップグロスになってます。
かけます。お、結構硬いですねこれ。うん、硬い。はい、塗ってみるとこんな感じです。なんかもう少し白っぽくなるのかなと思ったんですけど、本当に透明なグロスで潤いとかツヤを与えてくれるだけの感じになってます。結構ねラメも入っているので、すごくキラキラしそうな感じですね。これも別に匂いはないです。結構固めなのでベタベタしそうだなとは思います。はい、では今紹介したコスメを使ってメイクしていきます。はい、それではメイクを始めていきます。カラコンは概要欄に書いておきます。まずラッキーバッグに入っていたこの下地を使っていきます。これ結構カバー力があって、ちょっとこんな感じで分かるか分かんないんですけど、毛穴がすごく隠れます。はい、次にこのザシェムのコンシーラーを使ってクマとかを隠していきます。そしていつものマシュマロフィニッシュパウダーでセットしていきます。そしてこのアイシャドウの右下の一番濃いアイシャドウを使って眉毛を描いていきます。ちょっとねお前にしたので結構眉毛をね丁寧に描いていきます。はい、そしてラッキーバッグに入っていたアイシャドウの一番左の色をアイホール全体に塗っていきます。そして真ん中の色を取って二重の幅よりちょっと広めに塗っていきます。で、下まぶたにも全体的に塗っていきます。そして真ん中と一番右の濃い色を混ぜてと目尻に入れていきます。下まぶたの目尻にも入れていったんですけど、ちょっとこれだけだと物足りなかったので、さっき眉毛に使った色味を上から重ねていきました。そしてこのキャンメイクのアイシャドウの左下の色を使って涙袋の影を描いていきます。そしたらこのレブロンのラッキーバッグに入っていたアイライナーを使って、今回は目頭から粘膜を埋めるように描いていきます。そして今回は目尻を少しだけ跳ねさせていきました。そしたら後ろのブラシでぼかしていきます。こんな感じです。そしてこのキャンメイクのシェーディングでシェーディングをしていきます。はい、でこのチークなんですけど、ブラシを変えたら結構発色してくれたので、ついてるブラシがあんまり良くなかったのかなと思います。でこの涙袋の影にも使ったアイシャドウでノーズシャドウをしていきます。そしたらこのビセのハイライトで鼻筋と目の下と顎に入れていきます。でビューラーをしてまつげを上げて、このメイベリンのマスカラでマスカラを塗っていきます。アイメイクはこんな感じです。そしたらこのリップを塗っていきます。ちょっとこれだけだと発色がヌーディーすぎたので、レブロンのこの赤リップを上から重ねていきました。これをポンポンポンと置いて手でなじませていきます。そしてラッキーバッグに入っていたグロスを塗ってメイク完成です。こんな感じでメイク完成しました。正直な感想としては結構ねどのコスメもちょっと使いにくい部分はあるんですけど、まあ、でもアイシャドウの色味とかはすごく可愛かったりとか、結構ねなんかツヤツヤしてたりとか、あとチークもね細かいラメが入っているので結構肌がツヤツヤして見えるかなと思いました。でこのリップ
結構私このリップ期待してたんですけど、色味が結構薄かったので、この私みたいに肌がちょっと暗めの方だと顔色が悪く見えるかなっていう気がしました。この中で使ってみて一番良かったかなって思うのがこちらです。この下地になります。テクスチャーはすごく固めであんまり伸びない感じがしたんですけど、思ってたよりもカバー力があるなと思いました。この付属のスポンジがちょっと硬くって塗りにくかったので、まあ、こういうなんか自分が持ってるようなスポンジとかで取って塗ってあげるのもいいんじゃないかなとは思います。はい、今回はこんな感じでドドというコスメブランドのラッキーバッグでメイクをしてみました。このラッキーバッグ6点入って1000円っていうすごくコスパがいいので、ちょっと入ってる化粧品は使いにくかったりするかもしれないんですけど、今からメイクを始めてみようっていう方とかだったら結構ほとんどの化粧品道具が揃うと思うので、すごいいいかなとは思いました。この動画が少しでも参考になったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録お待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら次回の動画を見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。We'll be right back.